それでは早速でありますが、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 IoT 事業部営業推進部部長鈴木より開催のご挨拶をさせていただきます。鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、シトさん、ご紹介ありがとうございます。皆さん、おはようございます。ソニーネットワークコミュニケーションズ IoT 事業部鈴木でございます。本日はお忙しい中、エルトレスデイズにご参加いただきまして誠にありがとうございます。またご出展いただいたパートナー様、これからセミナーをしていただくパートナー様、ご協力重ねて感謝いたします。本日よりどうぞよろしくお願いいたします。さて、弊社は2019年9月30日にエルトレスネットワークサービスを開始させていただき、昨年11月に人口カバー率 90% を達成いたしました。達成後、エリアが構築されており、パートナー様やお客様からエルトレスに対するご期待やエルトレスを試してみたいというお声が日に日に増していることを感じております。ありがとうございます。さまざまなご要望やご期待を伺う中で、なかなか見えにくかった IoT 市場というものや LPWA に対する、ご期待というものがますます大きくなっているような、そんなことを感じております。皆様が LPWA に期待されていることを、私ともなりに考えておりますと、今までより安価で簡単なソリューションの開発、今まで届かなかったエリアへの通信、長い電池寿命を持つ端末の開発など、いわゆるお客様の少しでも便利といったものに、貢献させていただいて、ゲームチェンジャーとしてより多くのお客様、より、多くの分野でより簡単にかつ気軽に通信を使っていただくことであるかと思っております。我々はここまで皆様に導かれながら、サービスの改良も加えております。例えば、昨年発表させていただきました1分送信サービスについては、皆様にいただいておりますヒントから、開発させていただいておりますサービスです。特に車両監視や移動に関わるような用途で大変ご好評をいただいております。ありがとうございます。これからも皆様のお声を反映させていただきながら、皆様と共に事業を成長させていただければと考えておる次第でございます。さて、最近パートナーの皆様から、パートナー様のソリューション、このプロモーションを一緒にやっていただけないかという声をたくさん頂戴しております。また、回線を使用されることを希望されるお客様からも、さまざまな用途に応じた、ソリューションからパートナー様のご紹介、こういったご要望をいただいております。本事業においてはですね、オリックス自動車株式会社様、 NEC ネッツ SI 様とともに共同事業として推進させていただいております。この試みは、エルトレスネットワークという回線通信サービス、これを売るのみではなくて、パートナー様のソリューションをこれら営業力の強い利用者様と共に拡散させていただくということも目的の一つにしております。この我々の共同事業の強みといえるものをですね、もう一歩進めるために、パートナーの皆様のソリューションをより分かりやすく使いやすい形でご紹介させていただくためのツールとして、弊社のウェブのサイト上にですね、エルトレスナビというものを新設させていただくことにいたしました。パートナーの皆様にはこのツールを積極的に活用いただいて、皆様のビジネスの拡大にお役に立てればと考えております。またソリューションやパートナー様をお探しの皆様にも、このツールを積極的に活用いただいて、ビジネスの成長にご利用いただければと思っております。エルトレスナビについてはですね、後ほどまたご紹介させていただきます。はい。パートナー様のご協力をいただきながら、現在20種類以上のエルトレス対応端末がリリースされて、今後、開発中の端末も続々出てまいります。こういったさまざまな端末やソリューションをパートナー様とご用意させていただくことで、より多くのお客様のご要望に、お答えできればと考えております。
そしてこのエルトレスデイズをきっかけとして考えていただいて、パートナー様とお客様の関係をご関係を築いていただくということと同時に、パートナー様同士のご交流も深めていただいて、新しい商談やソリューションの種を見つけていただければと祈願しております。それでは最後になりますが、本イベントでが皆様にとって有意義なものになりますことを記念いたしまして、私の開催の挨拶と挨拶させていただきます。ご清聴ありがとうございました。続きまして、弊社のシシドから、エルトレスの簡単なご紹介と、イベントにご出展いただく企業様のご紹介をさせていただきます。では、シシドさん、よろしくお願いします。はい、鈴木さん、ありがとうございました。ここからは、人の方からですね、エルトレスのご紹介、そして、新メニュー、エルトレスナビのご紹介、エルトレスデイズの出展企業様をご紹介をさせていただきます。はい、でまずエルトレスのご紹介ですが、私からご説明の前にですね、エルトレスのご紹介した2分間のムービーをご覧いただければと思います。はい、次のページの方をお願いいたします。 IoT を使って何ができるだろう。思い浮かんだアイデアをより良い形で実現する。今までは実現が難しかった機能やサービスを可能にする。そのためにソニーは IoT の通信能力を飛躍的に高めました。 LPWA を進化させたエルトレスです。これまで遠くのエリアまでカバーするには数多くの受信局が必要でした。しかしエルトレスは見通し100キロ以上という長距離通信を達成。極めて少ない受信局で通信可能です。例えば携帯電話がつながりにくい地域でも事業がスピーディーに開始でき、コストも大幅に削減できます。さらに LPWA の弱点だった高速移動、エルトレスは時速100キロ以上の車両やもののモニタリングが可能に。そしてコイン電池でも動作可能な低消費電力を実現。国際的な標準化機構 ETSI で LPWA の標準規格の一つとして採択されました。ソニーは単にセンサーをつなぐだけではありません。新しい価値を作り出すソリューションで人と地球をより良い未来へつないでいきます。さあ IoT をソニーのエルトレスで。はい、ありがとうございます。次のページですね。はい、こちらのスライドについては先ほどのムービーでご紹介のございましたエルトレスの5つの特徴をご説明をさせていただきます。まず画面左側の方からですね、長距離伝送というところで、エルトレスは、見通し100キロ以上の伝送性能というところを誇っております。2点目が、移動性能というところで、時速100キロ以上の移動帯にも対応しているというところです。今までのその LPWA については割とその高速移動帯には適していないというようなところがありましたが、エルトレスはこういった時速100キロ以上、もう新幹線の250キロという速度でもデータを取ることができるようになっております。で3点目がですね、安定通信といったところで、都市部内ではですね、 LPWA に関わらずいろんな無線が飛び交っております。でそんな中エルトレスについては他の無線通信帯と被らないチャネルというのを保有しております。まあ、そういった点で、都市部内でも高感度な通信ということが実現しやすい通信となっております。はい、で続いて4点目です。こちらが GNSS の標準搭載というところなんですけども、エルトレスの、通信モジュールについては、こちらソニーの方が、製造していますが、この通信モジュールの中に、GNSS のチップが、既に内蔵されております。そういった衛星の情報をキャッチしまして、そういった位置情報をエルトレスの通信に乗せて、もう送りすることができるというのが、標準で搭載をされております。はい、
で5つ目がですね、低消費電力というところで、まあ、LPWA ですので、まあ、当然といったところですが、まあ、左側のこの GNSS が、搭載されている状態でも、我々、低消費電力を実現していまして、コイン電池1個から、動作可能というふうになっております。はい、こういった5つの特徴を生かしまして、我々エルトリスについては、下のですね、3つの分野に今後注力していきたいというふうに考えております。で1つ目は、物流車両監視というところですけども、ここはまずそのエルトレスの2つ目の特徴にあります移動性能というところが活かせるというふうに考えております。でもう1点はですね、ちょっと次のページの方になるんですけども、先ほど次のページ行っていただいてもよろしいでしょうか。はい、先ほど弊社鈴木の方からもちょっとご案内ありましたが、1分送信間隔というものをですね、昨年の9月にリリースをしております。今までこういった3分間隔というのが我々頻度一番高いものでしたけども、1分間隔ということで、まあ、より車両についてはこういった細かく見ることができると。1日最大1440回までの発砲というところが可能というふうになっております。はい、そういった点で、こういった物流ですとか車両監視に適しているといったところが言えます。はい、でページ戻っていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。2点目の注力分野といたしましては、スマートシティというところで、地方自治体企業様との協業といったところになります。まあ、具体的には、地方の自治体様が抱える、防災の IoT、防災対策といったところで、エルトリス通信というところが役立てるのではないかなというふうに考えております。例えば、まあ、河川の、水位の監視というものもありますし、まあ、先日 あの大雨のところでありましたけども土砂崩れというところでのですね、土砂崩れの予兆検知というところの、まあ、割と郊外のところの通信というところでのセンサー情報を上げるといったところでもエルトリスが役立てるのではないかなというふうに考えております。はい、で3点目が、人物の管理、そして安全管理といったところになりますけども、まあ児童高齢者の見守りもそうですけども、工場ですとか、産業施設等のですね、設備監視というところでもエルトリスの情報ですね、こういった位置情報もしくはこういった各種マルチなセンサー情報というところを、通信として挙げるところが、我々として、エルトリスの活用できる分野かなというふうに考えております。はい、では、2ページめくっていただきまして、次はですね、はい、こちらの方が、現在のエルトレスのエリアカバレッジですけども、国内人口カバー率は 90% というふうになっております。はい、次のページをお願いいたします。はい、続きまして、おかげさまで、パートナープログラムの登録企業が、250社を突破しております。はい、エルトリスはあくまで IoT 向けの通信サービスになるため、このエルトリスを使い、ソリューションに仕立て上げていただくのがエルトリスのパートナー企業様です。引き続きパートナー様の輪を拡大させ、より多くのソリューションを創出していきたいというふうに考えております。はい、簡単ではございますがエルトリスのご紹介は以上とさせていただきます。続きまして、先ほど弊社鈴木からもご紹介のございましたエルトレスナビについて、ご紹介をさせていただきます。はい、ではページめくっていただいてもよろしいでしょうか。はい、次のページお願いします。はい、エルトレスナビですが、こちらの方はエルトレスのパートナー企業様のソリューションセットを集めたメニューページです。お客様のユースケースに適したソリューションのセットを、ページ内でご紹介をさせていただいております。本日から、ページの方ですね、開設しておりまして、現在は、13社、そして23ソリューションを掲載をさせていただいております。はい、で実際のページの方につきましては後ほどご案内の方をさせていただきます。で次のページ行っていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、このような会社様の方に、掲載の方をいただいております。上から、データテック様、三菱商事様、クアドルパニング様といった形で、まあそれぞれ、まあ、物流に関する、そして車両に関するものですとか、人の見守りというもの、そして、各設備の監視、といったソリューションというものを、今回掲載をさせていただいております。はい、次のページもお願いいたします。
はい、こういった各種ソリューションですね、を、掲載しておりますので、ぜひお時間ありましたら、見ていただければと思います。はい、後ほど実際のページでご案内させていただきます。はい、次のページをお願いいたします。はい、ここからですね、本イベントのライブセミナー、ご登壇企業様、そして、ブースの出展企業様をご紹介をさせていただきます。はい、次のページをお願いいたします。はい、今回のライブセミナーですが、3日間で計24社様にご登壇をいただきます。開催日ごとにテーマを設定しまして、ご講演をいただく予定です。で、まず1日目ですね、本日になりますが、テーマとしましては IoT で物流車両管理の効率化となっております。この講演の後にですね、先ほどご紹介しましたデータテック様の講演も控えておりますので、ぜひお時間ございましたらご視聴いただければと存じます。次のページお願いいたします。はい、2日目、になりますけども、こちらのテーマは、IoT で地域に貢献というふうになっております。主に自治体様向けのソリューションを展開いただいているパートナー様にご登壇をいただきます。我々エルトリスの共同事業パートナーである NEC ネッツ SI 様のご登壇ですとか、すでに、イミズ氏様の方にエルトリスを導入いただいております、イミズケーブルネットワーク様にもご登壇をいただきますので、ぜひ自治体様、および自治体様へ、防災関連の、ソリューションをご提案をご検討されている企業様はお見逃しないようお願いいたします。はい、続いて次のページをお願いいたします。はい、3日目最終日の方になりますが、こちらテーマについては IoT で人物の安全管理です。はい、人の見守り分野については、まあ、児童高齢者というところにも限らずですね、こちら、クアドラパラニング様につきましては海での人の見守りといったところで、スキューバーダイビングでの見守りのご講演をいただきます。はい、で、中部電力パワーグリッド様からは、工事作業員ですとか、作業車両の動態管理ですとか、作業進捗状況の一元管理ができるラクモニ現場管理サービスといったものを、ご講演の中で、ご紹介をいただきます。はい、次のページお願いいたします。はい、こちらの方はですね、オンラインブースの出展企業様のご紹介となります。はい、本イベントでは24社様、に計50ブースですね、オンラインブースを設置をさせていただいております。さまざまなソリューションを出展いただいておりますので、ぜひこの3日間で、各社ブースにお立ち寄りいただければと存じます。はい、それでは、こちらからこれからですね、私の方から実際のページを投影させていただきまして、各ライブセミナーの視聴方法ですとか各オンラインブースの検索の仕方をご説明をさせていただきます。はい、ではすみません、私の方から投影をさせていただきますので、事務局様もちょっと一回切っていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、こちら今、ウェブサイトの方を投影させていただいております。はい、こちらエルトリスのサービスサイトのトップ画面の方になりますが、こちらちょっと下の方をスクロールしていただきますとエルトリスナビといったところがこの、ボタンがございます。で、こちらのボタンをお押いただきますと、エルトリスナビというですね、一覧ページの方が、表示されます。はい、こちらで、各1ページごとに、9社のソリューションを、投影をさせていただいております。はい、で、ちょっと簡単にご紹介をさせていただきますけども、まず1枚目からは、SRLPW という、これデータテック様のですね、車両監視、そして車両の、運転日報、運転管理ですね。安全運転の診断とかができるソリューションというものを、こういった機能、特徴、そして事例というものをですね、記載いただきまして、そしてこのソリューションセットという枠でですね、各商品名ですとか用途、そして販売価格、アプリケーション名、標準納期というものを掲載をいただいております。はい、で、ぜひですね、こういったサービスの方でちょっと一度お話を聞きたい、使ってみたいというような、お考えがございましたら、こちらの下のですね、お問い合わせフォーム、こちらをお送りいただきまして、はい、お客様情報と、そしてお問い合わせ内容ですね、こ
こちらの方に記載をいただき、こちらお申し込みというふうに押していただきますと、ソニーネットワークを挟まずですね、こちら、掲載いただいておりますパートナー企業様に直接コンタクトができるようになっておりますので、ぜひ、ご活用いただければというふうに考えております。はい、でもし者様、ちょっとご紹介をさせていただきますが、はい、先ほどちょっとお話しありました、海での活用というところで、クアドラプランニング様のシーカーという商材ですね。はい、海でも使えるこういった端末のですね、特徴ですとか、機能というものをこちらの方にも掲載をさせていただいています。はい、で、ソリューションセットの中で、こういった用途、価格というところが、掲載をさせていただいておりますので、はい、ぜひご確認いただければと思います。で、お問い合わせフォーム以外にですね、詳細資料ダウンロードというボタンも用意をさせていただいております。でこちらを押していただきまして、メールアドレスの方を、こちら打っていただき、お申し込みというふうにしていただきますと、こちらに記入いただきましたメールアドレスに資料ダウンロードの URL をお送りをさせていただきます。そちらの URL から、資料の方をダウンロードできるようになっておりますので、ぜひこちらもご活用いただければと思います。はい。ナビのご説明の方については以上とさせていただきます。で続いてですね、今回のエルトステイズのページの方でのご案内というふうになります。はい、こちら、ライブセミナーのスケジュール表になりますけども、各日付ごとにですね、日程ごとに、はい、こういったスケジュールというのを下に書かさせていただいております。はい、でお時間になりましたら、次の講演でしたら、まだこれ押せない状態ですけども、次のこの時間になりましたら、ここが、ボタンが活性化されますので、こちらから、参加というボタンを押していただき、そこから、このライブセミナーの方に入室できるようになっております。はい、で続いてですが、各オンラインブースでのちょっとご案内をさせていただきます。下の方にですね、このような形で、計50ブースがずらっと並んでるんですけども、ちょっと見づらいというところもございますので、ぜひですね、こういったところで、業界カテゴリー、もしくは、課題カテゴリーというものを、選択いただき、検索いただくと、その分野での、カテゴリーに関するソリューションというのが、このような形で表示されます。はい、でこのような形で表示されますので、その中で気になったものをページを押していただきますと、このような形で、こういった資料についてですとか、あとは、こういった、商材についてのご説明っていうところが、記載をいただいております。事例紹介ですとか、このサービスについての責任者の方の、インタビューっていうところも載っておりますので、ぜひ、各ページごとですね、ご確認いただければと思います。はい。で、こちらの方につきましても、ナビと同様にですね、資料ダウンロードというものと、こちらの方から、資料を、申請できるものと、お問い合わせフォームといったものが、ございますので、ぜひこちらの方でも、直接、お使いいただきまして、パートナー企業様とのコンタクトを取っていただければというふうに考えております。はい。私からは、ご説明は以上とさせていただきます。はい。これにて、本講演のは終了とさせていただきます。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。この後も3日間のエレトロスレーズをお楽しみください。ご清聴ありがとうございました。